い、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、長べた解消炉というところにやってきてます。見てください、あの後ろずらっとその電信柱がザーッとありますよ。で、なんで今回ここに来たかって言いますと、先週ぐらいなんですけど、ネットのニュースにこちらが上がってたんですよ。で、ジブリの千と千尋の神隠しっていうのがあったと思うんですけど、それの後半のところで海の中を走る電車のシーンがあったんですけど、そこによく似ているっていうことで、ここが今すごい人気があるみたいです。ただこれだけだとね、なんかあ電信柱がいっぱい立ってるなぐらいで終わるんですけど、さっき言った名前解消炉っていうのは、ここに道が出てくるってことで、そういう意味があります。つまりですね、ここが今これ海の水が満潮なんですけど、この水が引くとですね、なんと道が現れるらしいです。ちょっとそっちの方に行ってみたいと思います。ちょうど今正面のとこにやってきてるんですけど、ちょうど今この道です。ほら、今全然見えないですけど、ここに道が、ここに道が潮が引いたら出る、できるらしいです。ここでブラッと。でネットのニュースでその写真見たんですよ、この状態とその引いた状態を。いやーすごかったですよ。それを今日ちょっと撮れたらいいなと思ってます。また夕方ちょっとやってきて見てみたいと思います。なんか鳴った。さあさあ、ということで時間が今余ってるので、今三隅港にやってきました。海のピラミッドですね。はい、なんでここに来たかと言いますと、ヒカルさんがちょうどカルピンの福岡でやった時かなに、ちょうど有楽舎の店長さんがチャンネルがバンされたっていうので、急遽ここで撮影が行われたのを思い出したので、ちょっと寄ってみました。いやー、ここら辺にいたんですよ、ヒカルさんが。ね、すごいわ。まあそれだけなんだけどね。はい、ということで夕方になりました。あいにくちょっと雨が昼過ぎから降ってきたので、天気は全然、夕日が出るのを待ってたんですけどね。まあ見てください、これほら道ができてますよね。だって朝見た時に、この辺りでもなかったような気がするけどな。ねえ、すごいですね、こんな風に道ができるんですね。はい、じゃあ今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。